シーさんのその上に着てる服ってどこのやつですか？これどこですか？そうか、ファイヤーなんとかね。はい、ファイヤーなんとか、あと結構 よく山であるんです。あ、え、山の前かな。いないな。とりあえず並んどくか。おはようございます。多分同じ電車だったのかな。今ならはい、結構バスも混んでますね。あんなもんですか。3方向ぐらい行くんですけど、はあ、全員同じとこ並んでるんですよ。あ、そういうことですか。多分1列ぐらいになってますね。はあ、じゃあ目的地が違うんですか。違うんです。ああ、どうぞどうぞ。いえ、早いですね。そうですね、一応ちょっと撮影しながら。実際に乗って来ないんですか。来ない、もう初めてですよ。本当だ、全然いないんだ。宣言で宣言台宣言で宣言で、ね、宣言で何とか山って言ったかな。ちょっと名前もあるんですけど、まあ、宣言でっていう場所。宣言で、へえ。水玉のバテレー、はいはいはい、動いてるんで。あ、檜原森のおもちゃ美術館へお越し専属でございます。どうも。あ、ここ上がるんですか。へえ。なかなか勾配きついですね、ここは。めちゃめちゃきつい舗装路歩きだな、これ。へえ、これが見れるんだ。結構きついですね。え、下まで行けちゃうんですか？あー、行きますか。すごいですね。あー、天狗滝。へえ。あ、ここなんだ。
へえ。すごいね。ああ、本当だ。なんか趣あっていいですね。こっからまた急登なんですもんね。うん、楽しいな、でもコース的には。ほんと、テント一張り分、ちっちゃきゃ二張り分。あの辺で水汲んで。ああ、最高ですね。綾滝の。危ないんですね、ここは。危ないですよ、ここ。ああ。危ないな、ここ油断してると。うん。でも、あの、三藤さんのなんとかとか。ああいうとこに比べればまだなんとかって感じですか。でもそれぐらいですかね。ああ、やってしまったな。ずいぶん長い600メートルですね、ここは。前気をつけてください。はい、だいぶ登ってきましたね。これがね、マズカ寮での、はい、道なんですね。あ、いやー、GPS 持ってくんの忘れた。登ってないこととなっちゃうな、これ。かも、しょうがないね。頂上だと思います。へえ。お富士山もくっきりじゃないですか。眺めいいでしょ。めちゃくちゃいい。危ないんだ、でもやっぱクライミングするだけあって。絶景ですね。ま、下は絶壁ですね、ここ。富士山ドン。でも、これで。ここもきつそうですね。ああ。ああ。はいはいはい。あれ近くで見るとこうなる。ああ。それでも比較的空いてるんで、僕はもう奥多摩のこっち側に南側の山は全部使い切る。はい、私この先のあのベンチあるじゃないですか。はいはいはい、この字の。はい、いつもあそこで休んでて。あそこいいですよね、すごい情報良くて。いつも奥多摩なんですか、他も。先週高野瀬山行って。あ、はいはい、でほとんど山梨が、あ、富士山目当て。高野瀬とか上の方ドロドロじゃなかったです。石尾根のあの、降りてくちょっとドロドロはありましたけど、乾いてましたよ先週は。石尾根の途中の杉の木の暗いところです。あの、そこがもう最悪ですよ。うん、お気をつけて。ここはあれなんですね、山頂なんですね。あ、そうです。これなんて読むんですかね。大戸田山、わかんないです。この字到着。富士山ちょうど正面なんですね。甘酒の雨。甘酒、ありがとうございます。こっからは緩い登りが結構続くと思います。大竹さん、登る手前、あ、登るところが急登なんですね。そうです。飴いただきます。わあ、甘酒だ。美味しいですね。うん、甘酒飲むよりなんか美味しいんですけど。私も初めて甘酒の飴舐めたの、うん、陣馬山の清水茶屋でお正月に店主が配ってたんですよ。そこで初めて甘酒の飴っていうのを舐めて、あ、これいいなと思って。で、その北海道のアンテナショップ行ったら売ってて。美味しいですね。僕甘酒自体あんま得意じゃないんですよ。あ、そうなんですか。ああ、すいません。いやいや違う。で、今舐めたら美味しいですね。そうです。ああ、
ありがとうございます。こんにちは。こんな感じでよろしいですか。はい、カラシマヨシさん。スカイツリーのこの店は標高高くなってくると花らしきものは。あれなんか頭がないなと思って。ありました。すいません。いやいやいや、無駄な登り。いやいやいや、言ってたの今あの渡していいですか、忘れないうちに。はい、これバス停に降りるっていうのもあるのか。それ行きで通ってきたバス停のとこってことですか。違います。全然違うとこ。行きはあ全然違うんですね。ここです。土地勘なくて。この専属沢コース、はい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 。ただこっち行くとあの武蔵塚市行けるんで、まあ電車は短いですよね。もしくは丹沢コース行ってみます。それでどこに出るんでしたっけ。コリ電車の方が安定し、そうなんです、無難ではありますもんね。夏場とか結構冷たいのが出てくるんで。知らなかった。乗ったことはないけど来たことはあります。16分、あと16分、ね、じゃあそれに乗りましょうか。しぼた消しちゃった。消したで、あ、そうなんですか。ピッてやってあ保存をするんですけど、ゴミ箱の方ピッてやっちゃった。それ復活しないですか。いや、ゴミ箱行ったら消去なんですよ。消去なんですか。なんか内部的に持ってないんですかね。僕がもしあれだったらあげてもいいんですけど、僕のも切れてるんですよ。そうそうそう。ケーブルカーなんかチケットみたいなの買っとかなくても別に。あ、あのスイカとか、あ、あ、電車みたいなのも入れてる。今どうしておりますご注意ください。私はホッピーで。あ、ホッピーにします。どうしようかな。瓶ビールしようかな。
いいですか。最初の一杯です。ありがとうございます。それはまあ手作りするもんですもんね。そうです。お疲れ様です。すいません、申し訳ない。中ください。中で。はい。シーさんのその上に来てる服ってどこのやつですか。これどこですか、ね、昔のやつ。なんだっけ、これあれですよ、でもレディースですよ、うん、ボタンも逆ですからね。あ、本当だ、うん、そうか、うん、ファイヤーなんとかですね。はい、ファイヤーなんとか。あと結構 よく山であるんです。え、山の前からですよ。はい、うん、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤーホックス。ファイアホースでそんなの出してるんですね。昔じゃないかな、多分あると思う。動画で見てて、あのシャツいいなと。山シャツで白っぽいのってあんまりないじゃないですか。じゃあお疲れ様でした。失礼します。楽しかったです。